足を真上に上げるんですけど、この時にですね、もし壁があれば足を壁にこういう風につけてください。こんな感じで、で壁がいい場所になければもう真上に足をこう持ち上げるだけで大丈夫です。こんな感じで、でかかと蹴ってください。そしたら足の親指をタッチします。タッチタッチで、この時に吐きながらふーってタッチ、ふーってタッチ、吐いてタッチ、吐いてタッチ、吐いてタッチ、これを10回やりますね。ちょっとやってみます。せーの、タッチ、吐く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 、オッケー、いい。じゃあ今度はそのまま背筋を鍛えます。後ろ向きになって足閉じててもいいし、骨盤幅ぐらい開いてもらってもいいです。どっちでもいいので、今度は両手のひらを床に向けてちょうど胸の横ぐらいにつきます。でこのまま足は浮かさない、足は強く地面をグーッと押して上がるとこまでグッと持ち上げます。手は使わずに3、4、ふーって吐いて、吐く、ふふふふ、これで10回いきました。じゃあ今度ね、側筋を鍛えますね。上の足前に置くか、もしくはこう前にこう重ねるようにして膝つきます。そしたら右手、今右側が私下なので右手を耳の後ろに当てますね。耳の下かな。そしたら左手は別にどこでもいいです。持ちやすいとか、私はこの骨盤の上にちょっと乗せます。でそこからグッと側筋をグッと鍛えますね。この今私左側が上なので、左のウエストをキュッとするように縮める縮めるってしながら10回、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1で、今度はそのまま反対側向きます。私ちょっと見えやすいようにこっち側向くんですけど、皆さんはそのままコロンって反対側向いてもらったので大丈夫なので、でまた同じように10回ですね。この上のウエストの方、上側になっているウエストの方を縮めるようにキュッキュッキュッといきますか。1、8、9、10、 OK。 そしたらまた戻ります。足上に持ち上げて、親指タッチタッチ、吐く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 ってやりますね。そしたら背筋です。で1、2、吐く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 、足強くして吐く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 、側筋です。吐く、このぐらいすぐすぐチェンジしてやりますね。吐く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 、で反対コロンって抜いてもらってもいいし、私見えやすいように同じ方に行きますね。これで吐く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 、5、4、3、2、1、 OK。 でまた足上に戻ります。いけそうですか大丈夫ですかね。あ、いけそうですか。これを私に合わせなくていいので、今からちょっと初めちょっと 3分にしましょう。1分にしましょうかね。1分と4分でやりますね。初めちょっと1分からスタートします。いいですかね。はい、じゃあまず足上セットしたら早速始まります。じゃあ用意スタートお願いします。用意スタート。はい、1、2、吐く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 、ずれていいですからね。9、10回やったら背筋、背筋やったら次側筋、どっちからでもいいです。で反対向きで同じこといきます。
皆さんはくるって反対向いてもらったら大丈夫です。でまた足上に持ち上げてタッチ。壁がある方は壁使っていいですよ。吐く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 10回やったら背筋です。足強くして胸を持ち上げる、はい、吐く。はーい、 OK。 ワンセットぐらいはいけましたか？ワンセットぐらいいけました？お、いけましたか？おあ、ヤスチンおはよう。やってますか？どう？できそう？じゃあこれを今から4分間やります。4分ちょっと長いですかね。3分にしましょうか。3分間やります。いいですか？今のはウォーミングアップだと思って。はい、じゃあちょっと3分お願いします。スタートです。準備始めてくださいね。で、足上に持ち上げるときは壁使ってもいいですよ。そのままいける方はこのまま真上でいきます。お願いします。はい、スタート。はい、吐く吐く、ふぅふぅ、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 背筋です。足を強くして、足は浮いてこないようにしっかり地面を押す。足の甲、足の付け根で足を押す。はい、側筋。上げるときに吐く、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 反対。このチェンジの時にできるだけ早くシュッシュと切り替えてやっていきますね。8、9、10回やったらまた足上、親指タッチ、吐く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 、背筋です。側筋。上の体側縮めるような感じで、で反対、くるんって反対向きでいいですからね。はい、足上、腹筋、親指タッチタッチ、吐く吐く。背筋。側筋。右左どっちからでもいいです。反対。足上、腹筋です。親指タッチタッチ、吐く。背筋。足強くして吐く吐く。側筋。反対も。はい、3分です。はい、9、10、終わりました。両手両足天井方向でブラブラーと振ってください。はい、お疲れ様でした。手と足を下ろして、ちょっとね、かかとで太ももお尻の方ポンポンって叩きますね。どうでしたか？私は結構これ毎日やります。で、足の甲でふくらはぎのマッサージします。ポンポンと叩いて、ちょっと軽く汗ばむぐらいはいったんじゃないでしょうか。で、反対側もポンポンと叩いて、はい、じゃあちょっとお膝ね、右と左ゆっくり倒します。吐いて倒して、ふー、
吸って戻して、吐いて倒して、吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい、じゃあそのままゆっくり起き上がっていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、体幹トレーニングでしたので、皆さんが楽しく10分間を髪がボサボサですけど思い切りやってもらえたら嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今日のクラスは終わっていきますが、明日なんですけど、もうちょっとね募集締め切りしちゃったんですけど、インスタライブをやることになりました。あ、ごめんなさい、インスタライブじゃないですね、Zoom 配信をやることになりました、明日から。で、しばらくの間、火曜日と土曜日の朝の、30分、あ、のりさんありがとうございます。明日ね、楽しみですね。きついきついですよね。なので、もしヨガの方を30分しっかり朝動いて体ほぐしていきたいなっていう方は、9時から9時半の、30分間のZoom 配信のヨガで1000円で受けれるようにしてます。税込みだと1100円になります。で、そちらをもしご希望される方は、お、体が慣れてきたら、おー、そうですよね、ちょっとずつできるようになるんですけど、初め結構ね汗わーってかいたりとかする方もいると思います。毎日続けると結構楽しいです。はい、いけるかな。はい、ではね、今日はこれで終わりますね。はい、でもしインスタライブの方、インスタライブじゃない、ごめんなさい、何回間違えて、Zoom 配信の方をご希望される方は、しばらくの間は私の DM に直接受けたいです、何曜日受けたい、何日受けたいっていうのをいただいたら、そちらからご返信させてもらった後、メールアドレスを教えてもらって、そちらのメールアドレスの方にやり取り送るようにしますので、もしご希望の方はまた、土曜日は受け付けてます。まだ土曜日と次の火曜日、これ以降は、土曜日、火曜日、土曜日、火曜日で全部9時からです、30分はい、もしよかったらこちらもやってください。で、またね、YouTube の方も上げてますので、そちらもぜひ見てみてください。 YouTube は私のプロフィールのところから、プロフィールのところからクリックしたら飛べるように、ページに飛べるようになってますので、そちらでもぜひ太陽礼拝のね、5日間この間マスターしようっていう講座やったんですけど、そちらの内容も見れるようになってます。今日もまた2日目のやつ、Day2 のやつあげようと思ってるので、そちらもチェックしてください。